こんにちは。こちら、リコーの360度カメラシーター V です。これまで YouTube に投稿すると、終了画面をつけることができなかったんですけれど、なんとね、YouTube スタジオのエディターを使うと360度の動画に終了画面をつけることができます。今回はそのお話をしたいと思います。 YouTube スタジオ動画アップロード動画の画面です。360度動画を探しましょう。あ、これですね。はい、これタイトルをクリックします。はい、桜と菜の花の360度動画のページです。左側のメニューエディターをクリックします。はい、画面切り替わりました。このね、終了画面を追加するクリックします。はい、終了画面の追加出てきますね。この、1,2,3 6つしか選ぶことができないんですね。どれにしようかな。例えばこの一件の動画または再生リスト、一件のチャンネル、これクリックします。で、適用クリックします。はい、そうしますとこの終わりの方に入りましたね。はい、でこれ、動画最新の動画アップロード、ここをクリックしますと左側に出ますね。最新のアップロード、自動的に表示します。視聴者に適したコンテンツ、これ自動で選択します。特定の動画の選択、特定の動画、選択しましょうか。何にしようかな。はい、ノーモラルの YouTuber 2019キャンペーン、これにします。はい、入りましたね。で、こちらの方はチャンネル登録なんで変更する必要は、ないかと思います。はい、これでね、終了画面の要素を追加することができましたんで、保存をクリックします。はい、動画を処理しています、しばらくお待ちくださいという表示が出ましたんで、しばらく様子を見たいと思います。はい、確認なんですけれど、保存作業を終えているんですけれど、なんかね、何度やってもこの保存ボタンが青で、繰り返し、保存作業を行っているんですけれど、あ、今消えましたね。ちょっとね、不具合が起きる可能性があります。この青のボタンがね、ずっとね、ついてる場合もありますけれど、あ、今のところ問題ないですね。はい、ということで、動画再生ページに行って、確認しますと、はい、こんな感じで、終了画面の様子を追加されてます。はい、当然これ360度の動画です。はい、いいですね。はい、ということで、このようにね、360度の動画にも、終了画面をね、つけることができます。はい、OK です。はい、ということで、今回は、360度の動画に YouTube の終了画面をつけることができるというね、お話をしました。はい、それでは今回はこの件で失礼します。じゃんけんポン。